ギレーサー・チャールズ・ノートン・エッジ・カム・エリオットは、イギリスの外交官、植民地行政官、学者である。オックスフォード・シャーのバンベリー近郊のシブフォード側、村で生まれ、パブリックスクールのジェルトナム・カレッジで学び、1880年に、オックスフォード大学ベリオール・カレッジへ進んだ。在学中に、古典語学で、最優等の成績を収め、20もの言語を習得するなど、 優れた語学の才能を発揮した。1886年に、オックスフォード大学を卒業後、外交官の道を選択すると、優秀な言語学者として、サンクトペテルブルク、タンジール、イスタンブール、ワシントンへと赴任した。1900年に、ナイトの借位を授与され、東アフリカ保護国弁務官に任命された。 エリオットはこの東アフリカでの任務が生涯で最も幸せな時期であったと述べているが、イギリス本国の意向に反して、マサイ族の領地で白人入植地の拡大を推し進め、1904年に外務省と対立主幹を辞した。1905年から1912年まで、シェフィールド大学で学長の地位にあり、 さらに1912年から1918年まで、香港大学で学長を務めた。1918年に、帝政ロシアが崩壊し、連合国によるシベリア出兵が起きると、香港にいたエリオットに声がかかり、弁務官としてシベリアへ赴任した。1919年に、シベリアでの功績が評価され、中日大使に任命され、 1920年4月6日に来日。エリオットは日英同盟の支持者であったが第一次世界大戦終結によってイギリスへのロシアとドイツの脅威がなくなりアジアへの日本の侵略を危惧するアメリカ合衆国の思惑によって1922年のワシントン会議で4カ国条約が締結される代わりに日英同盟が破棄される。同盟の終了後も 日英友好に努め、1923年に関東大震災が起きると、イギリス政府に援助を働きかけ、東京帝国大学図書館復興への援助金を拠出させている。しかし、エリオットの努力も虚しく、シンガポールに日本を標的としたイギリス海軍の基地が建設されるなど、日英関係は悪化をたどり、対米関係を重視するイギリス本国との意見も、 隔たりは大きく、1926年に外務大臣オスティン・チェンバレンによって、再び外交官の職から退けられてしまう。退職後も帰国せず、日本に泊まり続け、奈良に滞在し、日本仏教の研究を行った。健康の悪化により帰国を決意するも、1931年3月16日に、帰国の戦場をマラッカ海峡で死去した。 研究の成果ジャパニーズ・ブッディズムは、元部下であったジョージさんソムによって、未完の部分が保湿され、死後の1935年に刊行された。ありがとうございます。